ナノが元凶とウンリに剣術を習い始めてからというもの、列車内で全然彼女の声を聞かなくなった。姿も全然見かけないけど、修行はうまくいっているのかな。今から演目を見せてあげる。来てくれたんだ。あなたが来る前にこの辺りを散歩探し回ってみたんだけど、美月なのかは見つからなかった。もういいよ、まんまと逃げられたってことにしておくから。
最近は寝る間も惜しんで稽古に励んでたから、一日くらい休みをあげるんだった。今は違うけど、実は私も昔は彼女以上のサボり魔だったんだよ。気分が乗った時は三日三晩ぶっ通しでも平気だったんだけど、やる気のない時は兄弟子の目を盗んで逃げてた。だから彼女の気持ちも少しはわかる。彼女のために言い訳なんかしなくていいのに。せっかく来てくれたんだし、美味しいものでもご馳走してあげる。今はあなたの方が興味深いの。まあ、歩きながら話そう。金人港に美味しい店があるってレイサお姉ちゃんが言ってたから、行ってみよう。パオズは大きくて、ジャオズーは小さい。こんにちは。二人ですけど行けますか？お二人様ですね。はい、こちらへどうぞ。ご注文はもうお決まりですか？はい、このメニューの上から下まで全部、一人前ずつください。本当に上から下まで全部でよろしいですか？あれ、もしかして足りなさそうですか？心配しないで、お金ならあるから。では先に何品か召し上がっていただいて、足りなければ追加ということにしましょうか？わかりました。それでお願いします。うん、いい。いろいろ考えたんだけど、今日は休みにしようかなって。そうだ、ううん、食べない。おじいちゃんが友達との付き合いではお金をケチるなって言ってたから。それで普段はよく食べるの？じゃあたくさん食べて。あなたの剣に興味があるって言った方が正確かも。前に元凶から、あなたは腕が立つのは確かだけど、それ以上に使ってる武器がユニークだって聞いた。それからあなたの剣にはずっと興味があったんだ。重量配分は均等なのか、材質は何か、いくつの仕掛けが仕込まれてるのか、それでどんな剣術を使えるのか。バットってあのバット？ううん、その反対。すごく面白そう。あ、バットだ。でも剣に決まった形はないっておじいちゃんが言ってたから、このバットも剣の部類に入ると思う。それと物は持ち主に似るんだって。武器は使い手の癖や性格が反映されるってこと知ってた？見たところあなたは常識にとらわれず臨機応変に対応できて、本当に手強い敵と出会っても悠然と立ち向かっていける人。違う？当たってた？それにいつも「ルールは破るためにある」とか変なことばっかり言ってない？
息を吐くように嘘をつく聖人君子ずらした剣の持ち主はたくさん見てきた。でも剣はいつも正直。その持ち主は強力な武器のおまけに過ぎない、ただの雑魚だって教えてくれる。私は今まで何百もの剣を借り、それらの剣を一つ残らず溶かしてきた。誤解しないでほしいんだけど、私は道を踏み外した人にしか戦いを挑まない。そして剣を溶かすのは、それが武器を守るための私なりのやり方だから。話を戻すけど、剣を観察するだけじゃダメ。言葉や表情で人は騙せるけど、命がけの戦闘の場で繰り出された剣技は嘘をつかないっておじいちゃんが言ってた。もうすぐ演武天礼だけど、あなたも出るんだよね。ウンリさん、戦上手にとって演武天礼は確かに自らの剣技を披露できて名声を得る絶好の機会ではあります。ただ彼女のように先週ですでに目覚ましい功績を挙げられている方がわざわざ演武台に出る必要はないでしょう。お久しぶりです、七し人さん。誰？七し人さん、ご紹介いただきありがとうございます。私は四神宮の舵取り秘書を務めております結城です。突然お邪魔して申し訳ございません。演武天礼のお話が聞こえてきたのと、この方とも古い知り合いのものでしたので、ご挨拶に参った次第です。はい、演武天礼開催に先立ち、ラフには異教のお客様がたくさんお越しです。そしてこちらは遠い星カレワラからのお客様、パボルさんです。パボルさんのお国は反銀河貿易体制に招待されたばかりで、今回は使節団を率いて泉州に来られました。ビジネスだけでなく、泉州に帰属するあるものを返還するのが目的だと伺っています。結城さん、返還というより送り届けると言った方が適切でしょう。もともと泉州に帰属するものとはいえ、我々も遠路はるばる苦労してお届けに上がったわけですから。これは失礼いたしました、ご無礼をお許しください。パボルさんの使節団は長年異教をさまよっていた泉州の宝剣を送り届けに来てくださったのです。海炎将軍は四神宮で直々に謝意を述べ、宝剣を那府演武天礼の勝者に捧げようと考えられています。そして私とパブルさんは今からそちらへ向かう予定です。お二方も演武天礼の話で盛り上がっておられましたよね。よかったら四神宮までご一緒にどうですか？これはどうも。ラフ泉州までの道のりは大変でしたが、こちらの景色は故郷とはまるで違う、本当に来た甲斐がありました。四神宮で剣の贈答手続きを終えたら、この街道の静かな一角に苗を植える予定です。そうすれば私もお役御免ですよ。英雄の剣が元の場所へと帰る、これはめでたい、実にめでたい。私の故郷に興味があるのですか？それは大変結構。お時間のある時にぜひ遊びに来てください。とはいえ
貿易航路は先ほど開かれたばかりですので、ティアポイントを出て200システム時間ほど跳躍しないとたどり着けません。でもとてもいい場所なのは確かですので、普段は閑散としていて食べ物も簡素で建物もピアポイントほど高くはありませんが、そんなことは関係ありません。私たちは埋蔵されていた大量のスーパーチタンを発見しましたので、すぐに繁栄していくはずです。ああ、ミエッカキベッサのことですか。あれはすごい剣ですよ。私の国では神話上の英雄が悪魔を斬るための力を貸したと言われていて、崇拝の対象になっています。しかも君主を選ぶ剣でもありまして、彼わらの歴代国王はみんなその剣に認められることで王の称号を手にできたそうです。石碑に剣を突き刺し、剣に認められた英雄だけがそれを引き抜いて国王の座につけるという伝統があったらしいんですよ。すべて大昔の伝説で、今では見た者は誰もいません。時代は変わったのです。議会が成立して剣を抜いて王になるという神話はすでに笑い話になりました。しかも剣を抜き、それが泉州由来のものだと見抜いたのは彼わら人ではなく遠来の客人だったものですから、彼わらにとっては歴史的価値のある文化財ですが、所詮我が国のものではありませんので、剣を返すか否かで議会の古株方たちは激しく論争しましたが、最終的にはミエッカキベッサを本来あるべき場所に戻すということで意見が一致しました。それ以上の策はありませんからね。ぜひとも奉献の期間を多くの方に見届けていただけるのはとても光栄です。まもなく四神宮にて開元将軍による奉献の儀が執り行われます。あなたは見に行かれないのですか？ねえ、一緒に四神宮に行ってみない？そうだよね、美月なのかが稽古をサボってくれたおかげでいいものを見逃さずに済んだ。おじいちゃんは剣のことならいつも呼んでくれてるのに、どうして今日のことは何も教えてくれなかったんだろう。でも誘ってくれた人がいて本当によかった。ほら、一緒に見に行こう。一緒に写真撮りに行く？それとも仙人爽快茶飲む？来てくれたんだ。一緒に奉献の儀を見に行こう。レディ、賛辞を捧げることをお許しください。あなたは純情可憐なアイリスのように実に美しい。おや、これは僕の友ではありませんか。またお会いしましたね。このおかしな人は誰？あ、この騎士はどなたかって聞きたかったの。僕は準備の騎士団のアルジェンティと申します。この度はお誘いを受け、彼わら使節団の一員として宝剣ミエッカキベッサを泉州に送り届けに参りました。あなたのお名前を伺ってもよろしいですか？ウンリ。なんと美しいお名前だろうか。純真無垢な女神イドリラ様の声明に聞き覚えは？おや、ウンリ、
来ていたのか。お前は実に情報に疎いな。まあいい、今日は絶対に無礼を働くんじゃないぞ。わかってる。それに来たばかりなのにどうやって無礼を働くっていうの。まったく、私ほど礼儀正しい孫娘なんてどこ探してもいないっていうのに。はあ、わかったわかった。くれぐれも厳粛な場にふさわしい行いを心がけてくれ。パボルさん、お待たせしました。では奉献の儀を始めましょうか。儀式が始まる前にアルジェンティ騎士に感謝の意を表したいと思います。我々に奉献の歴史を教え、奉献を守り、無事に送り届けるという使命を全うしてくださった彼に心から感謝を捧げます。私パボル・カラサジャは、彼わら使節団を代表して奉献ミエッカ・キベッサを先週同盟に送り届けに参りました。先週を起源とする奉献を故郷に返すのは当然のことでありましょう。剣を送り届けてくださったという彼わらの義挙と準備の騎士の騎士道精神に感謝申し上げます。本日ここラフの放置において奉献の帰郷を正式に出迎える所存です。ミエッカ・キベッサという素晴らしい名は奉献の歴史に由来するものと思われます。しかしこの剣の誕生時に刻まれた銘は今泉州主名の遠林中連宮の職人元光の策であったと記憶しております。元光。切っ先は鈍り亀裂だらけではありますが、剣の筋骨は泉州の運気のごとく不当不屈。構造師の名工の手にかかればすぐさまかつての異様を取り戻すことでしょう。わしはこの幸運の修復をラフ構造師に託し、この度のラフ演武典礼の王者に賞品として捧げることといたしました。この剣は必ずや災禍を断ち切り、我らが故郷を守り、遠路はるばる送り届けてくださった彼わら使節団の恩情に応えることでしょう。将軍、ありがとうございます。彼わらはこの上なく光栄に存じます。騎士殿、そして使節団の皆様、構造師へ場所を移し、そこで。ダメ、その剣は元光の。ウンリオ、お前の父の遺作を届けてくださった方々に早くお礼を言うのだ。おお、この剣がご尊父の作とはつゆ知らず、元の持ち主にお返しできて、いや、まことに。おじいちゃん、その魔剣を今すぐ私に渡して、あの人の残した禍根を解かさないと。ウンリ、無礼だぞ。早く遠来のお客様に謝るのだ。ごめんなさい、謝罪はする。でもその剣はこの手で溶かすから。魔剣を他人の手に渡すなんて絶対に嫌。ウンリ、ひとまず出て行け。こうなることが目に見えていたから、あの子には黙っていたのだ。厄介事を避けるつもりが逆効果だったようだ。これも天の定めというものか。
悪いが、ウンリの後を追ってくれないか。そんなことはない。頼んだぞ。皆様、お見苦しいところをお見せしてしまい、大変失礼いたしました。それでは続けましょう。おそらく、ウンリはこの辺にいるはず。姉さん、見てよ、ほら、あの大きな船、いいな。じっと見てないで何か言ってよ。まさか、おじいちゃんに言われてきたの？そうに決まってるよね。本当に？ありがとう。でも、言っとくけど、私は絶対ここを動かないよ。守衛の隙をついて魔剣を奪って、みんなが戸惑ってる間に溶かすから。誰にも、もちろんあなたにも邪魔をさせない。あなたはおじいちゃんの指示で来たんだよね。おじいちゃんは助けろなんて言ってないはずだよ。あれは魔剣なの。あなたは魔剣って聞いたことある？いろんな伝説を聞いたみたいだね。でも私の言ってる魔剣はそういうのじゃない。魔剣というのは、剣術の素人でもそれを握れば高度な剣技をひらめき、非力な人間でも驚異的な力と目にも止まらぬ速さで振るうことができる剣のこと。冗談で言ってるわけじゃないし、でたらめな話をしたいんじゃない。魔剣の持ち主は修行を積んだ達人のような剣術を一瞬で習得できる。でもそれには代償が必要なんだよ。るつぼに燃料を足し続けるのと同じ。剣を振るうたび、使い手は手のひらからじわじわと剣に血髄を吸い取られ、日に日に減った血髄は最後には枯れる。その瞬間、人は剣の使い手ではなく、剣に操られる生ける屍となって、血と殺戮のことしか考えられなくなるんだよ。西洋を知ってるんだ。だったら詳しく説明する必要もないよね。それがいわゆる魔剣と呼ばれるものの正体。剣を作ることに見入られた職人が鉄に西洋を鋳込んで武器に魂を与えようと渇望した結果。宝剣の儀での私の振る舞いは確かに良くなかった。でもよく考えてみると、私が何もしなくてもそのうちあの魔剣が災いを招いてたはず。だったら私が騒ぎを起こした方がマシじゃなかった？それより剣を構造師に修理させるはずなのに、どうして誰も出てこないの？あなた何か知らない？
ここにいても無駄みたい。直接構造士に行ってみるしかなさそう。おじいちゃんがあの剣を選んだ理由はどうあれ、私はあれを他人の手に渡したくない。今までしてきたように、あの人が作った剣を一本ずつ見つけ出して、それをへし折り片っ端から溶かす。急がないと、私たち一旦ここで別れよう。さっきの話からして、構造士に潜入して剣を奪うつもりかな。見張ってた方が良さそう。彼女はこんなに広い構造士のどこに行くつもりかな。さっき女の子にすごい勢いで道を聞かれたんだ。構造士の職員だと言ってたが、何か知ってるか？知らないわよ。そもそも構造士の職員なら道くらいわかるはずでしょ。ああ、背は小さいのにびっくりするような門を持ってたな。すごい勢いで構造士に向かってったから怖くて何も聞けなかったわ。構造士のものだけど、ここでは貴重品をどこに保管してるって。腰が抜けて甲州先生の金人倉庫を指さすのが精一杯だった。ちょっと、なんで道を教えたのよ。強盗だったらどうするの。どこって、金人を保管する倉庫に決まってるだろう。あそこの金人はすごく貴重なんだ。あそこにいるのは甲州先生お気に入りの金人ばかり。今に見てなさい、あの子きっと痛い目に遭うわよ。海援商船は銀河の商業や貿易に最適な選択。どうして来たの。私はいいけど、あなたまでこの問題に巻き込まれてほしくない。まあいいや、とりあえず先にこのポンコツたちを壊そう。話はその後で。コホン、他の人に任せようかな。お疲れ様。私を楽しませてくれる？バトル対決。2倍速ってこんなもん。サイは投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか。体力無用。買いだ。ベッド。すべてが消える。涙雨。降りて溢れる。片付いた。助けてくれてありがとう。警備は厳重だけど、ここには金人しかなかった。刀剣を保管してある武器庫はどこ。はあ、道を教えてくれた職人も武器庫の場所までは知らないみたい。こうやってやみくもに探すのは効率が悪いし、そうこうしてる間におじいちゃんに連れ戻されるかも。あなたも私を助けに来たんじゃなくて、ただ止めに来たんだよね。うん、おじいちゃんが前言を翻せば使節団の信用を失うし、ラフに弁明するのも難しい。だからといって魔剣をずっとここに置いておくのもラフに悪い。そう考えると
魔剣は私一人の手で溶かした方がいいと思う。あなた、心の中で私のこと衝動的で理屈の通じない子だと思ってない？そう？こだわってるように見える？うん、そうかも。あなたって鋭い。うん、確かに人には言えない秘密がある。ごめんなさい、一つ言ってなかったことがある。でもここでは話せないから場所を変えよう。あと先に言っておくけど、別に気が済んだわけじゃないよ。これはただの休憩だから。前に話したよね。今日の宝剣の儀で贈られた幸運は山陽が射込まれた魔剣で、それを作った職人頑固は私の父だって。私がおじいちゃん以外の人に頑固の話をすることはほとんどない。あなたの推測通り、ずっとあの人のことを語るのを避けてたのかも。でも魔剣を追い続ける限りこの話は避けられない。それになぜかあなたの前では素直になれる気がする。頑固のことはもうほとんど忘れた。だけどあの頃の炎林中連宮は人の出入りが激しかったってことは覚えてる。旅人が剣が欲しい一心で次から次へとやってきては、頑固を王政の後を継ぐ名工だと口々にもてはやした。何を話してるかまではちゃんと聞き取れなかったけど、頑固がすごい武器を作ると剣を求めてやってきた異国の人たちは笑顔になっていた。職人はみんなに幸せをもたらす職業だとあの頃の私は思ってた。政界に名を馳せる炎林中連宮の剣はあらゆるものを貫く無敵の刃。その剣を手にする者は荒野の凡人といえども鉄を泥のように断ち天下無双となる。剣職人の名という虚栄に貪欲のあまりに頑固は禁忌の淵をさまよってた。彼はこの世に存在すべきでない数百もの魔剣を生み出し、そしてそこにねじ曲がった欲望を抱える人たちが群がった。でもおじいちゃんが言ってたんだけど、剣を愛する者は剣に傷つけられることになるって。異邦の旅人の中にはいろんな人がいた。剣を求めても手に入らない人、手に入れても願いを叶えられなかった人、あるいは嘘や暴力を駆使してまで剣を手に入れようとする人。頑固は自身が作り上げた混沌の中で鋭い刃を突き向けられた。それはあまりに突然のこと。一瞬で全ての音が遠ざかっていったのに、骨の砕ける音、血が吹き出す音だけはどこまでも響いてた。私は一歩も動けなかったけど、母が襲い来る魔剣の前から押し出してくれたから、よろめきながらも走り出せた。それからの記憶は曖昧で、覚えてるのは心臓の跳ねる音、荒い息遣い、うんり
早く逃げろと叫び続ける炎林中連宮の職人の声、そして無数の悲鳴だけ。拭っても拭っても涙が溢れて視界がぼやけた。息が切れるたびに焦りが詰まって、最後には血だまりに倒れ込んだ。あの時海援将軍が駆けつけてくれてなかったら、今こうしてあなたと話をすることもなかったと思う。その後将軍は私を引き取ってくれて、私たちはおじいちゃんと孫と呼び合う仲になった。でも私にとっておじいちゃんは罪作りな父の何百倍も大事。それに鋳造技術や剣術だって教えてくれた。頑固は自業自得だけど、彼の残した禍根は放置できない。図録によれば彼が過去に作った西洋の魔剣は全部で1382本、そのうち特殊な形状のものは計182本。私は炎林中連宮に入った時に魔剣を最後の一本まで借り尽くすと誓い、それから今日までに312本を買った。そして幸運が313本目になる。あれも他の魔剣と同じように西洋を完全に分離させた後、剣心を溶かして溶鉄剣外に流し込むつもり。話はこれでおしまい。おじいちゃんには悪いけど、私は何が何でもあの剣を溶かす。つまりおじいちゃんは魔剣のことを知った上で商品に選んだ、だからあの剣には問題がないと言いたいの？ううん、どう考えてもおじいちゃんはおかしい。宝剣の儀のことを私に一切教えてくれなかったこと覚えてない？絶対何か隠してる。それにさっきあんな口喧嘩をしたばっかりなのに、今すぐ戻って話し合えっていうの？それはできないよ、少なくとも今日は。まあ明日なら考えてみてもいいけど。あなたと話したらなぜか頭に上った血が下がったみたい。今はだいぶ落ち着いた。じゃあこうしよう、明日時間を見つけてきちんと話し合う。おじいちゃんからちゃんと理由を聞くまでは幸運には手を出さない。うん、公の場であんなことするべきじゃなかった。とにかく感謝してる。じゃあまた明日。少なくとも光造氏での一件は海援将軍に伝えないと。今すぐ四神宮に戻ろう。うちの孫娘がお前さんに何か迷惑をかけてないか？見苦しいところを見せてしまった。雲里といろいろ話をしたとは思うが、この老いぼれの話も少し聞いてくれないか？元寇はわしの愛弟子であり、王政以来の炎林中連宮屈指の天才だった。だが天賦の才は呪いにもなりうる。あやつは剣作りに異常なまでの情熱を傾け、修行せずとも百戦錬磨の老兵のようになれる人知を超えた剣を作ろうとしたのだ。あやつは手名家や錬石師といった
大型兵器で敵を倒すのは確かに有効的だが、戦場で兵士が激しい接近戦を展開する必要がある以上、死を恐れぬ覚悟が勝敗を左右すると考えていた。先修人は武器を作る際、兵士が扱いやすくなるように簡単な知恵を授ける。だが恐怖を克服し、戦場における鋭い判断力を養うには長い時間が必要だ。それゆえ、ああ、西洋を剣に込めば武器に経験を伝えさせて恐怖を克服でき、さらには人間の代わりに判断させることも可能だ。だが武器は他の道具とは違う点がある。それはその用途はただ一つ、敵を殺すことのみだということだ。歴戦の後、知恵の渇望、怒り、畏怖の感情は剣に憑依した西洋に吸収される。その剣を手にした兵士は剣技を受け継ぐだけでなく、殺戮の感情まで共有し、剣に操られるだけの殺戮人形となってしまう。中堅士がどれだけ美しい理想を注ぎ込んでも、矢というほど人を殺めた武器は最後には魔剣になり果てる。頑固は最終的に異邦人にそそのかされて剣を作り続けた。異邦人は強力な武器が必要な理由、宝剣で故国を再興したいだの、千人の剣で妖魔を退治したいだのと、あれこれひねり出した。その後のことは知っての通りだ。あの子の両親は相次いで亡くなり、遠隣中連宮の職人たちの多くが死傷した。雲里は運よく逃げ延びられたが、未だ過去にとらわれたままだ。そうだ、父親の残した暗い影を背負って生きるような真似はしてほしくなかった。頑固の過ちをその娘が引き受ける必要などない。雲里は魔剣を借り、ことごとく葬り去ると誓ったが、それを果たすには決して小さくはない代償を払わないといけない。世界各地をめぐって剣を探し求めるのは至難の業だ。それに魔剣を取り戻すためには、血に飢えた剣の主と聖書をさまようような戦いをする必要がある。300本余りの魔剣を回収したあの子の体には、それと同じ数の深い傷跡が残っておるのだ。わしが雲里を引き取って育てたのは、無邪気な年頃を無邪気に生きる姿が見たかったからであって、猟犬の旅に行かせたかったからではない。もし仮に魔剣をすべて葬り去る日が来たとして、その後あの子はどう生きればよいというのだ。幸運が頑固の手で作られた魔剣であることは確かだ。西洋を剣の材料として扱える職人はごくわずか。頑固はその数少ないうちの一人だったが、あやつはそうなるために大きな代償を払った。幸運が良いきっかけになるはずだった。お前の恨む頑固は英雄の剣も作り出せる人間で、記憶の中の父親の姿は変えられることを伝えたかった。折を見てあの剣にまつわる物語を話すつもりでいたのだが、その場として宝剣の儀はふさわしくなかった。お前さんもそう思うだろう。剣は武器庫で厳重に保管するよう構造師に伝えておる。心配なら
関係者に話を聞いてみるといい。あの子が明日わしと話し合うというなら、その時を待つしかない。お前さんも長い間あの子の面倒を見て疲れただろう。ではよろしく頼んだぞ。そろそろ稽古をサボったナノを探しに行かないと。悪いが、ウンリの面倒を見てやってくれ。俺の故郷は工業で栄えた星だ。よし、全員揃ったな。それじゃ、質問の時間だ。ウンリよ、なぜ自分が執行官に呼ばれたかは分かっているな？うん、分かってる。でも、剣を盗んだのは私じゃない。おい、ここは自分の名声を乱用する時ではないぞ。幸運が盗まれたせいで、内部的にはラフからの信用を失ってしまった。そして対外的にも使節団に申し訳が立たない。対護執行官、どうか真相を解明してほしい。分かってる。それが俺の仕事だ。ウンリさんがいくら否定しようが、個人の証言だけで事件を解決するわけにはいかない。強盗に盗まれるくらいなら、最初から私に溶かさせてくれてたらよかったのに。ゴウンの窃盗の件は、内部事情に詳しい者なら誰でも容疑者になりうる。だが、その中でもウンリさんが特に怪しいんだ。まず、ウンリさんは宝剣の儀で幸運を盗む動機を示した。剣を持ち去ると何度も口にした後、構造紙に侵入して金人を破壊し、剣を奪おうとした。そうだな？うん。地工師が幸運を保管してあった武器庫を調べたが、戸や扉に破壊の痕跡はなかった。そして
小さな換気口以外に盗賊が出入りできる通路は一切ない。おいおい、ただの窃盗事件だ。コウンが入ってた剣箱が開けられ、剣は消えていた。だが同じ部屋にある他の剣は無事だった。それはつまり、確かに私は剣箱や魔剣を見分けられる。その通り。容疑者の狙いはコウンを盗むことただ一つだったと考えられる。そしてあの剣に触れられる機会があったのは、宝剣の儀に参加したお前たちと使節団の関係者だけだ。いや、もともと盗むつもりなんだったら最初から剣を泉州に返さなければよかった話だろ。確かに一理ある。事件発生当時、準備の騎士率いる使節団が構造士に剣を届けに来ているという状況だったからな。だが受け取りを担当した職人は、彼らは武器庫から何も持ち出していなかったと証言している。アルジェンティ、あの準備の騎士のことか。使節団のメンバーと一緒に剣を構造士に引き渡したのは彼だ。話はそれるが、知らないだろうから話しておく。彼はらで宝剣の由来に気づき、泉州まで送り届けてくれたのがその騎士だ。つまり彼が宝剣騎教の立役者というわけだ。使節団と同じように彼が宝剣を狙っていたとして、なぜわざわざラフに届けた後に盗みを働く必要がある？いや、公主先生に当日の勤務表を調べてもらい、その日出勤してた職人と弟子を呼んで話を聞いてみたが、怪しい人物はいなかった。お前が盗んだのか？場をかき回すようなことを言うな。彼女は構造士を出た後、わしを訪ねてきた。剣を盗んだ疑いがないことはわしが保証しよう。ざっとまとめると、宝剣を目にした者全員が構造士を訪れたわけではないし、宝剣を狙う人物全員が宝剣を目にしたとは限らない。可能性を排除していくと、残る容疑者は雲里さんしかいない。確かに理屈は通ってる。じゃあ。だけど剣を盗んだのは私じゃない。いやいや、様々な可能性を排除した結果、一つだけが残った。つまりそれが真相だろう。なあ、反論したいならそれなりの証拠を出してみろ。考えを整理して雲里の容疑を晴らさないと。何か手がかりを見落としてないかな。
つまり窃盗犯は鍵をこじ開けることなく箱の中にあった剣を持ち去った。なんで花びらが箱の中に？が盗んでいないというのならわしはそれを信じよう。だがあの子の無鉄砲な性格がよく災いを招いていることをわしも十分に知っている。もし仮に衝動的に幸運を盗んだのだとしたらわしとて一切あの子をかばうつもりはない。昨日雲里と一緒にいたお前さんならあの子の潔白を証明できる可能性が高い。何かわしに聞きたいことはないか？意地を張ったのか会いに来なかった。あの時お前さんと一緒に戻ってきていれば疑われずに済んだものを。宝剣の儀が終了した後準備の騎士のアルジェンティ殿が使節団と共に雲起軍の護衛のもと剣箱を構造師へと運んだ。そして構造師工場が宝剣が武器庫に入ったのを確認した。引き続きよろしく頼む。ああ、昨日お前から知らせをもらった後、武器庫を一通り確認した。だが今朝、構造室に来てみると、なぜか剣箱だけが残っていたというわけだ。それ以外のことは知らんから、俺に何を聞いても無駄だぞ。ただ、構造室の工場として、公平な立場で一言付け加えておかないとな。宝剣は盗まれたが、それでも俺たち構造士は安全だ。いや待て、思い出したぞ。俺の大事な金人も壊されていたんだった。ああ、なんということだ。まさか見えっかきべっさが盗まれるとは。しかも容疑者は海燕将軍の孫娘ですと。
まあ何にしても使節団は役目を終えたわけですから、あとは選手自身の問題です。ただあの娘さんはなぜあれをしきりに魔剣と呼んでいたのでしょうか。それだけは実に不愉快でした。もういいです。ただこれだけは言わせてください。あの剣は彼わらでは何より崇高な存在とされているんです。あの剣の主はかつて見えっか厳しさを手に、我らが先祖たちのために妖魔を斬り、その後宝剣は代々剣王に受け継がれていきました。君主たちは剣に宿る英雄の魂の教えに耳を傾け、彼らのために強敵をなぎ払ってきたのです。太陽？それは一体何でしょう。いや、あなたが何をおっしゃるにしろ、我々の祖先を助け彼わらの基盤を築いたのは見えっか厳しさです。あれは決して魔剣ではありません。執行官を困らせたくない。私たちも彼のやり方で潔白を証明しよう。自分で魔剣を見つけたら容疑を晴らすことになるのかなと思って。もう一つ気になることがある。剣を盗んだ窃盗犯は箱を残していった。もしかして私と同じように剣を溶かしてる？そうかも。でも箱が邪魔とはいえ、剣を堂々と持って出ていく方が逆に目立つと思わない？何か手がかりを見つけたんだったら、みんなの前で話してみろ。ありがとう。私自身ですら大郷さんを説得する自信がないのに。確信だと？いいだろう。じゃあ、俺の推理をもう一度話してやるから、どこかおかしな点があったらいつでも止めてくれ。構造士に侵入した招かれざる客は最初から最後までただ一人、雲里さんだけだ。そして幸運を奪おうと構造士で大暴れした雲里さんは途中でお前に阻止された。お前と別れて一旦帰るふりをした後、彼女は単独で武器庫に忍び込み、宝剣幸運を盗んだ。この事件に他の容疑者は存在しないし、証拠も他に見つかってない。
剣箱の鍵をじっくり観察してみたけど、強引にこじ開けられたり傷つけられたりした痕跡はなかった。それが何の説明になるというのだ？剣箱に最初から鍵がかかってなかったかどうかは、宝剣を構造師に届けた人物が一番よくわかってるはずだよ。それ以外にも箱の中からあるものを見つけた。大吾をさらに納得させるにはどの証拠品を使えばいいかな。この事件に他の容疑者は存在しないし、証拠も他に見つかってない。剣箱の底の隙間から見つけた。お、バラの花びら。ああ、多分操作した時は見落としていたようだな。しかし、なんでこんなものが剣箱に？さあね。でも、あの宝剣を警護してきた準備の騎士の通り道にはいつも吐ききれないほどバラの花びらが落ちてるのは知ってるよ。いやー、頭が混乱してきた。ちょっとお考えさせてくれ。剣箱には鍵がかかってないということは、盗めるのはどう考えても剣を届けに来た人物だけ。そしてそこには準備の騎士が残したバラの花びらがあった。だが、奴はどうやって構造士から剣を持ち去った？なぜ宝剣を一旦届けた後に盗むような真似をした？それに、どうして箱の中に花びらを残していったんだ？私にはわかる。コーンは自分で箱から抜け出した。その準備の騎士はただ鍵を開けて逃走を手助けしただけ。冗談はやめてください。剣が自分で逃げ出すわけがないでしょう。え、飛ぶ剣を見たことない？いや、見えかきべっさが飛ぶという伝説は耳にしたことはありますが、一万歩譲って聞きますけど、その準備の騎士はなぜそんなことを？だから、あれは西洋が鋳込まれた魔剣なんだって。あの剣がアルジェンティを操ってるんだよ。多分ラフに着く前からずっと。大吾執行官、騎士殿は今どこに？少し待ってくれ、今調べる。アルジェンティの乗ったシャトルシッププライスレス号の停泊場所は。ねえ、早く行こう。あの剣がアルジェンティの心を完全に奪ってしまう前に、一刻も早く彼を探し出さないと。皆さん、ずっとここでお待ちしてました。準備の騎士、コーンを盗んだのはあなただよね。剣を置いてって。あなたはその魔剣の危険性を全く理解してない。危険ですか？僕から言わせると、真に危険なのは武器を振るうその手の方だと思いますけどね。ええ、僕はイドリラ様の騎士としてつつましく生き、自らの信じる道を歩むと誓いました。それゆえ、窃盗などといういやしい行為に興味はない。幸運閣下との約束と騎士の誓いを両立させるためには、バラを置いていくしかなかったのです。え、それはどういうこと？幸運閣下は先週から連れ出してほしいとおっしゃったので、僕はその願いを叶える約束をしました。閣下を石碑から引き抜き、
その準備に心を動かされた者として、その期待を裏切ることはできません。ですが武器庫に残って職人を説得することもできませんし、盗賊のように宝剣を奪うのも気が進みません。ですから皆さんと率直にお話ができるように、自分の正体を示すちょっとした証拠を残しておいたのです。そういう御託を並べて魔剣を持って泉州から逃げようとしているのは分かってる。早く剣を返して。最初は幸運閣下の準備に心を打たれ、旅団と共に剣を返す旅にするつもりでした。ただ残念ながら故郷は幸運閣下の思い描いた理想郷ではなかった。常に最善を尽くすのが準備の騎士たる者の務めなのですよ。ダメ、あの人はもう完全に魔剣の力に囚われてる。それが魔剣の恐ろしいところ。囚われる？それは違います。僕は幸運閣下の準備に魅了されたのです。この場にいる皆さんがこの剣のことを理解できないのが不思議なくらいです。なんと悲しいことか。しかしおかげで決心がつきました。僕は必ず幸運閣下をお連れし泉州を出ます。あなたは魔剣に判断力を奪われてるんだよ。私がこの手で洗脳を解いて、その幻想と剣を葬り去ってあげる。うるわしのレディ、どうしても僕が守る人、いえ物を奪うつもりでしたら、僕と騎士道にのっとったフェアな決闘をいたしましょう。この騎士アルジェンティが決闘代理人としてあなたに決闘を申し込みます。騎士道精神にのっとり、準備の女神イドリラ様の立ち会いのもと、僕は幸運閣下の決闘代理人となります。僕が勝利した暁には幸運閣下をお連れして泉州から出させていただきたい。しかしもし雲里さんが勝利されたら、僕は潔く負けを認め幸運閣下をお返しします。雲里さん、この勝負受けていただけますか？剣を連れ出したいというあなたの渇望と、魔剣を借りたいという私の願望、どちらの方が上かはっきりさせてあげる。いざ勝負。この勝負でコーンは使わないんだ。剣術にはいささか覚えがありますが、このような厳粛な決闘では日夜磨いた技で臨むのが騎士道というもの。本当におかしな人。早く戦わせて。お疲れ様。準備の勲章。今こそ真の剣術を見せ。青龍白虎ミルクティー最高。くらえ。私を楽しませてくれる？ガツンとくるやつでいこう。僕が出そう。戦前の礼を全力で来い。かいだ。もう一人前だもんね。バトル体験2倍速ってこんなもん。才は全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。懺悔しなさい。かいだ。あなた、すべてが消える。涙雨。降りて溢れる。ベッド。十人は。あ、わかった。とっておきを食らえ。栄誉を見届けよ。ガツンとくるやつでいこう。あんたを練習台にしてあげる。これも試練。
今こそ真の剣術、青龍白虎、ミルクティー最高、くらえ。引導を渡そう。準備の勲章、始めましょう。遊んであげるよ。好きに使ってくれ。ガツンとくるやつで行こう。これも試練。バトル体験を2倍速ってこんなもん。忠誠を誓います。全力で来い。またか。気をつけて。買いだ。才は投げ、全てを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。出発の時間だ。全てが消える。へえ、リポピア。涙雨。降りて溢れる。おだかしい。バトル体験、2倍速って こんなもん。おお、すごい。はあ。お見それしました。騎士の決闘ルールに従い、幸運閣下をお返しいたします。ですがその前に、勝者であるあなたにはぜひ画量を示し、幸運閣下の過去に耳を傾けていただきたい。その剣は誕生した瞬間から魔道に落ちた。今すぐ葬り去るから、早くその剣を私の前に置いて。騎士よ、その娘の言う通りにするがよい。ですが、何時はよう働いてくれた。そろそろよ自らあの娘と向き合わねばならぬ。皆の者、世はもう戦には疲れた。今はただ世の過去や逃亡の理由を語りたいだけである。世の命運はその後に何時らが決めればよい。娘よ、世の過去を知るのが怖いか。怖い？あなたは確かに他の魔剣とは性質が違うみたい。でもそれはただ好奇心を刺激して私を惑わせるためだよね。それは汝が最もよく理解していることであろう。世はたった一度の接触では人間の理性を奪うことはできぬ。ふん、分かった。好きにすれば。雲気軍の主力部隊とは連絡がつかない。これから長い長い孤独な戦いが始まる。ついてくるがよい。ここはあなたの記憶？てる時は気づかなかったけど、今になって寒さが身に染みてきたよ。はあ、さすがは選手主名の傑作。お前がさっき俺の手を操ってくれなかったら、今頃首は吹っ飛んでただろうな。口を閉ざし警戒を怠るな。堀兵が狩りの手を休めることはないんだぞ。固いことは言わずさ、
ちょっと話そうぜ。俺たちがこの世界に流れ着いてからもう300日以上が過ぎた。発信機は鳴らないし、大部隊との連絡はもう取れそうにない。この世界の住民はまだ動物に荷車を引かせてる。彼らに精査を修理してもらうってのはどう考えても無理だろうな。どうやら俺たちはここで余生を送るしかないみたいだ。余生か。なんじら先週人の余生はあまりにも長い。一人で敵意に満ちた世界と対峙しないといけないことに絶望でもしたか。ちょっとな。耐えきれぬというなら世に全てを預けてもよいぞ。何時が重すぎる荷物を背負い込むことはない。ああ、本当に耐えられなくなったら、その時は体を支配してくれ。だが、今はまだその時じゃない。何時ごときの三流剣士が、堀陣の部隊にかなうと思っているのか。なぜそこまで意地を張るのだ。俺はここに閉じ込められてるけど、堀陣の両軍も同じような目に遭ってんだろうな。そうだコン、種を知ってるか。種は小さな埃みたいに目立たないが、時間と手をかけてちゃんと育てたら決して揺るがない大木になるんだ。先週人の余生はあまりに長い。そうだな、俺はこれからの人生を種の栽培に捧げようと思う。暗黄という名の種をな。この土地の人たちに武器を持って怪物と戦う方法を教えてやりたいんだ。俺はもう彼らの中にその種があるのを知ってるから。何時にできるのか。世に体を明け渡せば思う存分敵を倒せるだろうに。今の記憶は？世と異性をさすらうある運気兵の記憶だ。世とあやつは堀陣が占拠する星に墜落した。我々だけでな。さぞかし孤独な戦いだったんだろうね。俺はまだ生きてるってのに、村の若い奴らは皆生き絶えた。何時のために、何時との堀陣なき美しい未来という約束のために。世は死を前にしたあの者たちの絶望を味わった。今日という日を迎えられぬ絶望をな。何時もそうであろう。俺たちはここで立ち止まるわけにはいかない。次の村に行こう。なぜだ。なぜそこまで意地を張る。何時と哀れな非正規軍は34年戦い続けながら一度も勝てなかったのだぞ。何時が撒いたのは反抗の種ではない、絶望の種だ。この世界を救う手立てはもはやない。すでに堀陣の両軍に汚されてしまったのだ。奴らの数ややり口は何時も分かっておろう。何時が希望を託した田舎者たちは血を這い、子や家族を喰らう怪物を獣首と呼んで崇めることしかできぬ。何時は奴らのために獣首の頭を切ったのに、報復を恐れ奴らが保身のため何時を裏切ったことは全て覚えておろう。覚えてるさ。初めて死んだ時のこと、そして堀陣に首を切られたこともな。でもあの若者が俺を埋葬するため危険を承知で首を縫い合わせてくれたおかげで命拾いしたってことも覚えてる。みんなが俺のためにしてくれたこともだ。ほら、穴の入り口に食べ物を置いてくれたり、上着を繕ってくれたり、そして仲間になる誓いを立ててくれたりしたこと、
先囚人の余生はまだまだ長いんだ。時間は俺たちの味方だろ。そのうちまた新たな若者が立ち上がって俺と一緒に戦ってくれるさ。今しがた孤独な戦いだと申したな。だがこの戦いは孤独ではない。ただ絶望に満ちただけのものだった。世ですらもう味わいたくないと思うほどのな。じゃあな。どこへ行かれるのです？故郷に帰ろうと思ってな。空の上の遥か遠い場所だから、もう二度とここへは戻らないだろう。しかし、あなた様が行ってしまわれたら、私たちはどうすればいいのです？あの、狼の化け物がまた現れでもしたら。あいつらはもう全滅したんだ。お前たちが一掃しただろう。ここを離れる前に、一つ頼みがある。狼の怪物は絶滅したが、この世にはまだ怪物がいるんだ。もうすぐ金の枝をまとい、殺戮の感情に取りつかれた怪物がこの辺りに現れる。だが恐れなくていい。長年俺の戦に付き添ってくれた剣を置いていく。俺が教えてきた通りにやれば、この世で最後の怪物だろうと必ず倒せる。ただし石碑を立てておいてほしいんだ。怪物の遺骸を永遠に封じ込めておけるくらい大きくて丈夫な石碑を。それが俺への恩返しになると思って必ずやり遂げてほしい。いいな。何時は彼らを欺き、ようも騙した。ん？絶望した時には世に体を明け渡すと約束したではないか。友よ、先囚人の余生もここまでみたいだ。だから復讐のチャンスをやるよ。お前の手で俺にとどめを刺してくれないか。彼はとっくに覚悟を決めてたんだ。複雑な感情が入り乱れてるのを感じる。でもそれは知恵の渇望や怒り、そして畏怖でもない。彼があなたに託したものは願い。あいつらは怪物との戦い方をもう知ってる。この世をさまよう怪物はあと一体だ。お前がそいつを倒してくれ。あやつは世を置き去りにして二度と振り返ることはなかった。あ、友よ、恩に切るぜ。味わえるんだろ。なあ、俺の感情はどんな味なんだ？苦い哀れみと燃えたぎる少々の勇気。汝の一番の願いは戦いの終結。今、戦いは終わったぞ。どうだ、聞こえておるか。汝には聞こえずとも、
余は持てる力のすべてを捧げ、この世界の戦に終止符を打つ。つまり、それがカレワラ人の言う英雄の剣の過去。あなたは、その世界の人類のために戦いを終わらせたの。いいな、世には成し遂げられなかった。武器である世は、次の争いの引き金になるしかなかったのだ。彼わらの歴代君主たちは、世を天から授かりし王権の証とし、世をめぐって争いを繰り広げた。世はあの者たちのよこしまな考えに辟易し、もう二度と他人のために人は殺めぬと誓ったのだ。だから世は、あやつの眠る石碑へと戻った。それから長い間、世を石碑から引き抜ける者は一人として現れなかった。でも、アルジェンティには引き抜くことを許したんだよね。それは、どれだけ時が経とうと、あやつを故郷に返してやりたいという思いが消えなかったからだ。王権の儀で世が最高の剣士に贈られ、殺戮の場に引き戻されると知った時は苦痛を感じた。あやつは戦の終結という最も大きな願いを世の剣士に刻み込んだ。鍛造されたものである世の役割は最初から決まっていて、武器として殺戮を繰り返さねばならなかった。だが、その使命を成し遂げた時、世にもあやつと同じように自らの運命を選ぶ権利があるはずであろう。それゆえ、殺戮と戦闘の日々から逃れるために、ここから連れ出してほしいと準備の騎士に頼んだのだ。数千年と紡がれてきた歴史が一瞬で私の中に自然な記憶として根付いた。私、あの騎士の言ってた準備がどういうものか分かった気がする。世は人を殺める権利などなりたくない。世の戦いはとうの昔に終わっておる。墓碑として過ごした歳月は世にとって最高の日々であった。先ほど彼わらでコーン閣下を引き抜いた経緯は皆さんにお話ししました。ウンリさんもあの時の僕と同じように剣の醸し出す準備に感動されたことでしょう。使節団から剣の伝説は聞いていたが、剣に刻み込まれた記憶がそれほど摩訶不思議なものであったとは。ウンリよ、お前も幸運の歴史に少しは感化されたのではないか。握ってようやく言葉にはできない思いのすべてを感じられた。今まで西洋が射込まれた魔剣には殺戮と怒りしか残されてないと思ってた。でもまさか戦終結への思いを残して魔剣を変える人がいるなんて。はぁ、私の考えが偏りすぎてたみたい。コーンは正真正銘英雄の剣。私、これまでの無礼をみんなに謝りたい。本当にごめんなさい。
運理さんへの疑いが晴れ、宝剣も見つかった。そろそろそれを武器庫に返すべきじゃないか。ううん、ダメ。私、やっぱりこの剣を溶かしたい。コーン、あなたの本当の願いを聞いたとき、これ以上剣でいることにうんざりしてるんだろうなって感じた。誰かの手に渡って戦いたくない戦いを強いられることが嫌なんだよね。だが、それが剣に生まれた者の宿命。世は誰かの手の中で戦うしかないのだ。風がそよぐのをやめられるか、雲が漂うのをやめられるか、できぬだろう。なぜならそれがそう作られた者の運命だからだ。ううん、それは違う。名もなき剣士が自分の運命をどう決めたのかをあなたは見てきたはずだよ。そしてコーン、それは当然あなたにだってできる。剣以外のものとして生きる運命など考えられぬ。覚えてない？あなたが剣士の石碑の前に孤高の存在として立って、人々が英雄を思い出す夜姿としてあなたを眺めてたこと。それはつまり、あの時のあなたはただの剣じゃなくて記念碑だったんだよ。その後、世は風霜にさらされた。そよ風が剣心のくぼみを吹き抜けると、皇帝異なる音が鳴り、それは遥か彼方の山野へと流れていった。あの時の世は楽器でもあったのか。楽器として生きた時代が懐かしい。想像されたものは自分のなりたい姿になる資格がない？そんなはずない。コーン、私があなたの願いを叶えるよ。あなたを別のものに作り変えてあげる。別のもの？だがそれは演武天礼の賞金だぞ。彼らの施設どもが知ったら。海炎将軍、早く何か言ってくれ。いやはや、うちの孫娘は昔から頑固でな。ウンリオ、本気でそうすると決めたのか？みんなはどう思う？幸運閣下の願いを叶えるのが僕の泉州に来た目的です。剣を好きや別のものに変えようが変えまいが、幸運閣下がもう戦わずに済むというのであれば、僕は両手を挙げて賛成します。ああ、イドリラ様に栄光あれ。では運理、よろしく頼む。こういう形であなたと出会えてとても光栄だった。それは世の宝物だ。感謝するぞ、ウンリ。何をそう悲しんでいる？まさか後悔しているのか？剣を溶かす時は誰よりも毅然としていたというのに、今頃になってなぜそんな曇った顔をしているのだ？おじいちゃん、演武天礼の賞品を台無しにしちゃったけど、ラフにはどう説明するつもり？おやおや、あんなに小さかったウンリにそれほど大きな両親が育っていたとはこれはとても感慨深い。もう、もしね、最初からおじいちゃんと落ち着いて話ができてたら、こんな大ごとにはなってなかったと思う。でも幸運の願いを叶えられたのは良かったから、その点では後悔してない。ふう、ウンリ、お前とお前の父親は
少なくともそういう面ではよく似ている。これからも元皇が作った武器を回収し続けるつもりか？うん、そのつもり。コーンはちょっと特殊だけど、多くの剣の持ち主にとって西洋の魔剣はやっぱり危険すぎるから。だけど今度また一時の感情に流されそうになったら、その時は待つことにする。待つのは大事なことだから、よく覚えておきなさい。これからも待つことが求められる場面はいくらでもある。わかった。でも商品はどうするの？お前が宝剣の儀に姿を見せた瞬間、わしの心に警鐘が鳴り響いた。だからいざという時のために代わりの剣を用意していたのだ。もちろん西洋はついていないから心配しなくていいぞ。そっか、それならよかった。そういえば彼原の使節団とあの騎士は英雄を祀る場所を探すために金人港に向かったようだ。我々も見に行くとしよう。おや、開園将軍、わざわざご足労くださったのですか。三重家キベッサから英雄伝説を聞いた孫娘がえらく感激したそうで、自分も連れて行けとねだるものですから。私は枯原で石碑を守っていた者の末裔でして、代々名もなき英雄が残した巨大な石碑を見守ってきました。数百年の間、石碑の下から金色の木が生えてきて、そしてその枝は一度も枯れることはなかった。枯原人はその木を神話が史実である証拠だと考えています。私はその木を英雄帰郷の証としてここに移植しようと思い、出発前に枝を一本折ってきたのです。それはいい考えです。先秋人は棺や遺灰を作らず、人の行き交う故郷の賑やかな地に埋葬されることを好みますので、彼もさぞや満足しているでしょう。英雄は石碑にある文字を彫るよう先人に指示しました。今回の訪問に際してその文字の拓本を取ってきています。碑文は風化してしまっていますが、まだ文字の判別は可能かと。異教をさまよい危機が迫る今、幸いにして天命を全うした。哀れを催す旅人あらば、石碑の王道を一つかみラフに葬ってほしい。パボルさん、そちらのお国にこの英雄の意味名は残されているのですか？いえ、残念ながらその英雄が戦った日々は遥か昔のことで、何と呼ばれていたかは一切伝わっていません。ですが我々の神話では天から大地に降り立った彼をこう呼んでいました。運騎士と。運騎士殿、よくぞ帰られた。コウン、あなたもここで安らかに眠ってね。僕は剣窃盗の従犯者といったところでしょうか。開園将軍から罰として黄金の苗のそばに立ち、往来の人々に英雄とその剣の物語を語って聞かせろと命じられました。そんな罰でしたら喜んでお引き受けします。先週の皆さんに準備の信念をお伝えすることこそが僕の願いですから。ですがしばらくしたら泉州を出て旅を続けるつもりです。友よ、また銀河のどこかで会えると良いですね。
食事の使命を全うしたら我々使節団もラフ戦士を離れます。もちろんこの旅も英雄譚の後日談に書き加えられることでしょう。この黄金の苗もまた戦士の日常の一部となり、英雄の願いを叶えることになると信じています。なんだか悲しくなっちゃった。もう少しここにいるよ。今までたくさん助言してくれてありがとう。どうお返ししたらいいかわからないけど、よかったらあなたも美月なのかと一緒に剣の稽古を受けてみる？